こんにちは、浜中仁です。今回はですね、四字熟語ですね。臥薪嘗胆とですね、薪に横たわって、そして肝を舐めるというですね、これ復讐を忘れないための努力で、それでまあ復讐を果たすという話なんですけども、ですね、この話どこに見えるかというとですね、十八支略に見えるんだそうですね。ちょっとほんならその十八支略の記載を見てみます。五ですね、国の名前です。越を打つ、越の国をですね、征伐したとですね。で、航路、これが五の王ですね。傷つきて死すと。ところがですね、五の王がですね、征伐に行ったんやけども、逆にですね、負傷して、亡くなります。で、この負さ、立つとですね。息子の負さがですね、王になりましたと。で、司書、これは五のですね、将軍ですけども、またこれに使うとですね、お父さんの王が亡くなりましたから子供の王フサにですね、使えましたと。フサ、復讐を志、朝夕朝夕にいいですね、心中に餓死、出入するに人をして呼ばしめて曰く、ふさよ、何時、越人、まあ、越の王ですね、越軍ですね、の、何時が父を殺せしを忘るるや、忘れたのか、忘れてませんね。そういう忘れたのかと言われて、うぅ、そりゃ忘れたらかんってね、もっと強い復讐心をですね、持たせた、心を奮い立たせたと。そういう風にして、ですね、心中に餓すと。ですね、これ餓心の方ですね。で、まあ、これ、こういうことで復讐する気持ちを、強く、どんどん強くして、復讐することを果たします。越軍に勝ちまして、ですね。まあ、越を滅ぼす寸前まで行きます。ところが、その越王は、ですね、海景山というですね、都のそばの山に立てこもってですね、なんとか命だけは、そして国の存続だけは許してくださいと、そういうふうに、嘆願して、和議を求めるわけなんですね。まあ、五の国の重臣に賄賂を送ってですね、なんとかよしなにということをして、ですね、まあ、和議は成立します。そして、海景山から自分の都に戻るんですけども、それがここですね、越王高専、これが王の名前ですね、国に帰り、いいですね、肝を座賀にかけ、すなわち、肝を仰ぎて、これを舐めて曰く。ですね。まあ、かけていた肝をですね、ペロッと舐めるんですね。兄が、と。ね。そしてその苦い、思いをですね、して、ね、言うたと。何時というのは自問自答ですね。自分が自分に対して何時というんですね。会計の恥を忘るるや、忘れたのか、ね、忘れない。あんな恥ずかしい思いをですね、どっかでですね、復讐してやるんだ。そういう気持ちを新たにして、復讐心を強くして、そして最終的に五の王、フサをやっつけるわけなんですね。そういうふうにして、ですね、まあ、二つの復讐心。復讐の物語というのができるわけなんですけども、これね、十八支略が元になっているのはちょっとおかしいんですね。これは春秋時代ですから非常に古い。
18史ですね、18もの歴史書のですね、ダイジェスト版に、新たにこう付け加えられたものだということなんですが、ですね、まあ春秋時代の話ですから、例えば国語と呼ばれる書物とか、史記なんかにはですね、この言葉があるはずなんですが、一部しか見えない。一部とは何かというとですね、司馬遷の史記ですね、これに、載っているんですけども、肝を舐めるとですね、これはあるんですね。史記の巻41、越王高専聖歌第11に見えます。越王高専国に変えるとですね、これ先ほどありましたね。で、すなわち身を苦しめ思いを焦がし、いいですね。まあ非常に努力して、心も尽くしてですね、そして肝を座に置きて、これかけるんじゃなくて置いとると。で、座がするに、すなわち、肝を仰ぎて飲食するもまた肝をなむるなりとですね。まあ食べるときに、美味しいものを食べようと思うんですかね。ご飯のためにですね、その肝もなめるんだと。あーにがと。で、その苦い思いをし、ですね、して、次のように言いました。いわく、難事会計の恥を忘るるや。ね。これは同じですね。まあこういうふうにいいですね、肝をなめる。正胆の方は、ですね、古い書物にも出典があるんですが、雅臣の方ですね、焚き木にですね、焚き木に寝るという方は、どうもですね、新しい時代にでっち上げられた作り話。まあまあ、正胆も古い時代、作り話かもしれませんが、まあこれ結構由緒正しい。で、雅臣の方はですね、あまり由緒正しくない話だったということですね。まあこのように、ですね、有名な四字熟語でもですね、実は由緒正しくないものが含まれてますよというね、そういうことをですね、ご紹介いたしました。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。